こんにちは、カノです。今日もですね、オリジナルタオルを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、させていただきたいと思います。でですね、今日はですね、お祭りに欠かせないこの防染のタオルっていうやつですね、これをね、紹介していこうと思うんですけども、これはですね、実を言うと手の本染めの手ぬぐいと同じような作り方するんですね。インクを注ぎながら染めます。なので裏表がないんですよ。表がこういうことであれば、裏はっていうことであれば、裏もなんですね。裏表がなく同じ色に染まっていると、これが特徴なんですね。で、これの特徴はというと、そういうこととプラス、泉州で作りますので、大阪で作りますので後ざらしなんですね。だから非常に吸水性もいいっていうこと。だからお祭りなんかに臨まれるんですけども、一つ問題があってですね、これ全国でやれるところがすごく少ないんですよ。一軒ぐらいしかないんですね。なので納期が非常にかかるんです。でやっぱり最低でも普段付きでも大体30から45日で、お祭り前のシーズンになりますと、もう下手すると2ヶ月かかっちゃうということもあるんですね。でこれを避けるためにはどうしたらいいかということなんですけども、できるだけ早く決めて、データを入れていただく、もうこれしかないんですね。なのでやっぱり順番にこうやっていきますので、早く早くって言ってもやっぱりこの下からこう抜いてっていうわけにいきません。なので、必ずですね、早めに早めにこの辺のデータをいただくというのが間違いない方法ですので、自分とこのお祭りがいつやということであれば、必ず2ヶ月以上前から動き出すと、これが間違いない方法です。これ以上わからないことがありましたら、またこの後に出てますフリーダイヤルか、あるいは観音織物で検索していただいて、問い合わせフォーム、見積もりフォームからご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。